シュトラールズンと条約、シュトラールズンと博物館にて、2007年撮影。シュトラールズンとの和議は1370年5月24日に締結された第二次デンマークハンザ同盟戦争の講和条約。ハンザ同盟はこの条約により、勢力が頂点に達した。戦争は百六十一年に、デンマークのバルデマー四世最高王が、スコーネ、ウーランド、 コットランド、そして、ハンザ同盟の主要都市である、ビスビューを征服したことで始まった。1362年、ハンザ同盟が反撃したがヘルシンボリで、デンマーク艦隊に撃退され、停戦協定と1365人のボーリング棒の和訳で、多くの特権を失う不利な公和に応じざるを得なかった。条約を受け入れたくなかったハンザ同盟は、ケルン連盟で艦隊を建設。 スウェーデンとの同盟も更新した。その後、バルデマー4世と娘婿のホーコン6世が大敗した。デンマークとハンザ同盟がシュトラールズンとで討議する様子、1860年作。条約は、デンマーク代表のテディ、ヘニング・ポデブスクと、ハンザ同盟代表のリューベック市長、ヤーコプ・プレスコートシュトラールズンと市長ベルトラム、ブルフラムが交渉した。条約により、 ビスビューが自由を回復。さらに、デンマークがバルト海におけるハンザ同盟の自由貿易を約束した。これによりハンザ同盟はバルト海の漁業貿易を独占した。また、ハンザ同盟はデンマーク王位の候補者への拒否権を得た。ありがとうございます。